はようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂部五郎です。カムイの日浦です。よろしくお願いしま す。はい、この番組はさまざまな才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために発信している番組でございます。はい、ということでですね、はい、今日は、10月の16日、はい、もうちょうどね、半ばをキュッて過ぎた。そうですね、はい、早いですね。早いですね、はい、まあまあ収まってる感じなんで。そうですね、そろそろね、皆さん動こうかなっていう、はいはい、なんか感じを感じるんですけども、はい、先週、はい、もう皆さん見ていただいてるんですけど、はい、この段階ではまだリリースしてないので、はいはい、そうですね、ほやほやなんですよ、僕は、はい、編集してほやほやなんで、はい、もうこれ言いたくてしょうがないですけど、先週の本当ね、斉藤久志監督のインタビューね、はい、インタビューとして撮った部分だけで25分あったんですよ。10分間のプレゼンやのに倍以上あったって、ね、いやもう完全に倍以上ですよ、はいはいはい、でかつそれを省いた、はい、終わってからのトークが15分ぐらいあって、全部で40分ぐらい喋ってるんですよね、はいはい、それを俺10分に編集するというすごい離れ技やって、でもちゃんとね、見ていただいた方はお分かりいただけると思うんですけど、非常に興味深い内容で、ものづくりというかその物語を作ってる人たちは皆さんぜひ聞いていただきたいという。そうですね、もう本当ね、お金払って参加したセミナーを聞いたような、なんかそれぐらいの内容になっているので、そう、めちゃめちゃ深かったですね。だから僕はあの取材というかインタビューはものすごい勉強になったし、触発されたし、いろんな意味で自分の作り方っていうのも見直させていただいたりとかもした、非常に勉強になったインタビューだったんですよね。40分でしょ。40分そんだけ盛り上がって、まあ、僕も見せてもらいましたけど、はいはい、めっちゃ盛り上がったじゃないですか。めちゃくちゃ盛り上がりました。そこを10分にしたけどね。そうそうなんですよ、いやだからね、俺そのものすごいもったいないんで。そうですよね、これ多分ね、皆さん聞きたいと思うんですよね、あの話、はい、もう全部見たいですもん、うん、もう一回見たいですもん、うん、で一応ね、草の響きっていう映画のお話をメインという形で、はいはい、それに触れて演出方法とか、はいはい、かなり詳しくいろんなお話をしていただいてるんですけど、はい、実は僕編集過程の中で草の響きのストーリーに関わる部分とかスパーンって切ってるんですよ。もうそこ入れてたらもう絶対無理やからっていうのもあるし、やっぱまだね、先週は公開して1日ぐらいしか経ってへん時期だったんで、それはあんまり言えん方がいいかなっていうのもあって、そういうとこを中心に切ってるんですよね。これ聞きたいですよね。多分聞きたい人いっぱいいると思う。そうと思ってですね、はい、斉藤久志監督の草の響きインタビュー、はい、特別編ということでですね、はいはい、未公開映像含めたものを、はいはいはい、ほぼフル尺でご覧いただこうと思いまして、はいはいはい、編集でき次第、はい、オープンしたいと思いますので、皆さん、期待しておいていただければと思います。はい、楽しみですね。これはね、でもね、まあ、見た方がいいっていうか、そうですね、俺が言うのもなんか変なんですけど、見ていただきたいですね、ぜひね。で、そういう話でまた盛り上がっていければいいなっていうふうに、はいはい、やっぱこのマテリアルって場所ね、はい、ものづくりというか、そういうね、何か物語を紡ぎ出していこうという人たちに集まっていただきたいところ。そうですね。まあ大阪にね、斉藤監督が来られた時は、好きあらばここにも来ていただいて、そうですね、ね、はい、はい、お話聞きたいですね。いやもう話聞きならここで酒盛りやりたいなっていうぐらいですよね。はい、ということでございますので、はい、まずはそのご報告というか、はい、はい、そういうお話からさせていただきました。ということなんですが、先週のエンディングでね、ご紹介させていただきました、今週のゲストで来ていただく、今日はちゃんと来ていただいてるんですね。ちゃんと、そう、はい、どっかで撮ってきたやつをみんなで見るんじゃなくて、今日はここに来ていただいてます。はい、ご本人様、はい、こちらでございますね、こちらでございますね、はい、殿を恐れながらブラックでござるっていうね、時代劇の小説なんですけども、はい、まあ僕時代小説大好きで、はいはい、もうとにかくドラマも映画も時代劇関係はめちゃくちゃ好きで見ている人なので、はいはい、読みました、はい、その作者が今日来てます。お、はい、しかもですね、まあ谷口雅美さんなんですが、はい、まあ、僕らが実はね、大阪のシナリオセンター大阪校というところで ね、はい、まあ、一緒に学んでたというか、まあ、僕らからしたら先輩に当たる方なんですけども、はい、小説の世界ではもういくつも賞を今ね取ってらっしゃる、はい、勢いのある方ですので、はい、いただいてぜひこの本についてね、はい、そうですね、プレゼンしていただきたいということ で、ね、お呼びさせていただきました。では来ていただきましょう、谷口雅美さん、よろしくお願いします。ということで今日は、はい、このお話をしに
来ていただいたということなんですよね。はい、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 もうこれね、大丈夫です。ありがとうございます。はい。はい、で、実はですね、谷口さんは、はい、まあ、何回かこの番組をね、はい、見ていただいているということで、はい、このプレゼンありかなしかがどんな集中を受けるかというのはよくご存知だということで、はい、10分間のプレゼンの後に丸か×かを出して、はい、丸だったらみんなで拍手なんですけども、はい、×が出たら顔にモザイクが入り声が変えられちゃうという、はい、そういう集中を受けるコーナーだということをご存知の上で今ここに座っていただいていることでよろしいですね、はい、そういう集中を受けた人は未だかつていないというのが聞いてます。そう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 、最初の人間になるかもしれないっていうのも覚悟はしております。了解しました。はい、では判定員さん入っていただきたいと思います。よろしくお願いします。では参りますね。このプレゼンありかなしかスタート。この殿恐れながらブラックでござるっていう作品なんですけれども、講談社時代小説文庫から8月12日に発売になったものです。で、まあ、3行でまとめますと、訳ありの浪人がちょっと家臣から煙たがられている殿を愛される殿にプロデュースするというお話です。で、まあ、タイトルからしてもブラックとか、プロデュースとか、まあ、コンサル時代劇みたいな感じでね、煽りの文章もついてるんですけれども、まあ、それだけ見たらちょっととんでも時代劇風なんですけれども、はいはい、ちゃんと時代考証もしてますし、はい、監修の先生も入っていただいている、うん、真っ当な時代小説ということを、声を大にして言いたいです。で、その証拠じゃないんですけれども、はいはいはい、こういうのを作ってきました。はい、はい、ですね、なるほどなるほど、はい、はい、はい、浪人っていうのが普通この三類の浪人っていうことが一般的なんですけれども、作品の中で牢屋の方の牢の、浪人を使ってます。これはこの時代にこのこっち側の牢屋の方の浪人っていう字を使ってたので、それを踏襲してます。はい、で、あと藩、何々藩っていうのもこの時代は、なかったっていうことなので、はい、藩は使わずに何々家っていう感じでね、進めております。はい、そうなんですよね。藩って実は結構時代が下ってから使われてるっていう。そうなんですよね。はい、まあ、もともと日本の言い方ではないっていうところで、はい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 、で、このお話の天地人という、はい、いわゆる時代というところなんですけれども、はいはい、天の時代がですね、はい、漢文4年、はい、1664年ということで、はい、四代将軍徳川家綱の時代です。で、まあ、この前に、島原の一揆ですとか、由比、はい、小説のクーデター未遂なんかもあったんですけれども、まあまあ大きな戦もなく大政の世であると。で、ただですね、ちょっと前に割と大名家のお取り潰しが頻繁にあったので、職にあぶれた武士が大変多かった、はい、で、あと江戸の振り袖火事っていう大きな火事があったので、はい、町もだいぶちょっとすさんでいた、うん、で、さらに赤痢なんかの流行り病もあったので、若干不穏な空気も漂うっていう時代です。で、そんな中ですね、天地人の地なんですけれども、江戸から、スタートしてるんですけれども、はいはい、主な舞台は天ヶ崎です。そうですね、はい、関西です。天ヶ崎です。はい、で、天ヶ崎城っていうのがあったんですけれども、これ岸和田城と並んで大阪城の守りを固めるために築かれたんじゃないかっていうようなね、お城です。はい、で、そういう重要な拠点だったので、信頼のおける、譜代大名っていう、はい、徳川にかなり近い大名が、城主を務めることが多かった、はい、で、まあ、そういう、地なんですけれども、はい、そこでですね、登場人物、天地人の人ですね、はい、登場人物がですね、主人公、殿内兵庫っていうのが訳あり浪人なんですけれども、はい、この方は歴史上の人物じゃなくて、はい、私が作った人です。殿内っていう名前もね、はい、殿内は、天ヶ崎に殿内という地名があります。そして兵庫は兵庫県で兵庫、ね、若干天子総兵衛先生にあやかった地名をキャラに、なるなるなる、はい、この人ですね、寺に居候してて、はい、囲碁の指南役であるとか、
あの武士のね、さっきあの職にあぶれたっていうお話ありましたけど、はい、転職の相談なんかもねしてるっていう設定です。でちょっと三国公とですね、あの縁があるかなみたいな描写になってます。水戸のかの方、はい、はい、ということで、はいはい、で、26歳で、大層イケメンで文武両道、はいはい、で、穏やかなんですけれども、あの物おじせずに結構ズケズケ言っちゃうっていうキャラクターです、はい、で、こう欠点がないようなスーパーマンに見えるんですけれども、女性の前に出るとからっきしダメで、あのさやちゃんっていう女性がいるんですけれども、兵庫はそのさやちゃん好きなんですけれども、誘われても気づかないぐらいジブチンという、あかんたれです、はいはい、あとですね、ちょっと曰くがあって、はい、あの刀を抜かないっていう主義です。はい、5分経過、はい、で、もう一人のですね陣が、お殿様ですね、はい、青山義俊、ちょっと読みにくいんです、義俊っていう名前になります。あの幸い、まああのね、幸いって書いて、はい、あの吉ですね、はいはい、でこの人ですね、実在の人物で、はい、尼崎城主です。で、41年間城主を務めて、うん、尼崎の城主の中でも最長です、うん、2代目半、3代目です、3代目の、はい、青山家2代目で、あ、青山家2代、はい、あ、なるほどなるほど、城主としては3代目、3代目です、はいはい、で、この人ですね、徳川に大変あの芯が厚いというか、はいはい、あの非常に忠心なんですね、はいはい、で、尼崎城を見てですね、うん、こんな立派なお城を預けてもらえるなんて感激って言って、うん、あのよく涙したっていう、うんうん、ちょっと熱い男です、はい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 、ただですね、かなりの倹約家っていうのと、うん、あのかなり文武、あ、文武の、はい、武の方ですね、はい、武勇の方を、重視しているっていうことで、若干そのもう戦がなくなってる時代にしてはちょっと時代遅れ感がある城主です、はい、でちなみにですね、この方、没後50年ぐらい経ってから、60以上のエピソードがある聖大録っていう、書物が出たっていう人です、はい、でその聖大録のエピソードを今回もいくつかアレンジして使っています、はい、で、この、殿と兵庫なんですけれども、はい、あの出会いがですね最悪で、うん、あのちょうど江戸で家臣をかき集めてる最中の青山家だったんですけれども、どんどんですね辞退者が出てくる。でその原因が、殿内兵庫が殿について悪いことを言ってるっていうのを聞きつけて、寺に怒鳴り込みに行くっていう、うん、で、はい、で、義俊はあの兵庫について生意気やけど、まあ、できる男やと、うんうん、で兵庫は義俊について、その忠臣ぶりに結構好感を持ったので、うん、まあ意気投合まではいかないんですけど、まあ、馬があって、義俊から兵庫に対して、江戸で人集めてくれっていうのと、尼崎でちょっとあの家臣を教育してくれ、で組織改革をしてくれないかっていうふうにね頼みます、はい、で尼崎に行きまして、義俊を追い落とそうとする、家老がいたりですね、恋の鞘当てがあったりですとかあと大阪城の乗っ取りを、ちょっと画策している集団と対峙したりとか、はいはい、ということで、クライマックスは大阪城です、はい、で見どころはですね、あのまあ、江戸時代といってもお殿様といっても現代とそんなに変わらないじゃないかっていう人間臭さっていうところを見ていただきたいなっていうと、兵庫と殿、兵庫と家老、兵庫と、家臣団っていったね、あのいろんな人との会話が結構テンポよく、進めていますので楽しんでいただけるんじゃないかなと思っているのと、リーダーとは何か、はい、で人材育成、はい、コミュニケーションといった現代にも使えるような要素が盛りだくさんでございます。巡視が出てきますよね。巡視が出てきます。児童書もね私書いておりますので、はい、文章は割と読みやすい方かなと思っております、はい、で、中学生が一気読みしたとか、はいはい、あと時代小説苦手なんだけどこれは楽しく読めましたっていうね、はい、ご意見もご感想もありましたので、あのぜひね手に取っていただければなと思います。で、小説とかドラマになりにくい不代大名っていうのも
取り上げてますので、あ、そういう感じだったんだなっていうのを、楽しんでもらったらいいなと思います。で、尼崎城今天守再建してますので、はい、そこで舞台になっている金の間っていう貴賓室も、はい、再現されてますので、はい、ぜひ恐れながらブラックでござる恐れながらブラックでござるを片手に、はい、尼崎城にも、はい、遊びに行っていただければなと思っております。別にこれ持って行ったからってなんか割引してくれるとかないんですけど。ないですね。ないですね。はい、逆に売店で、はい、こちら売ってますので。ああ、なるほど。なるほど。保存用、布教用っていうふうにね、はい、読む用っていうふうに3冊ご用意いただいても結構だと思います。はい。はい。以上です。はい。ということで、はい、時間ですか。まだ、はい、10秒前。10秒前です。はい。買ってください。はい、お願いします。はい。ありがとうございました。はい、いやどうでした？10分。すみません、めっちゃ早口になりました。いやいや、全然そんなことないですよ。全然そんなことないですよ。はい。わかりやすかった。ありがとうございます。全然わかりやすかった。はい。逆に僕がいつもはね、はい、何喋っていいかわからない人が多いから、はい、僕が助け舟を出すとか、はい、僕がいろいろと質問していって話つなぐみたいなのが多いんですけど、はい、今日はもう本当にまとめてきていただいてるんで、何も僕が口を挟む必要がなかったんで。私それ期待してたんですけど。嘘。いやもう次があるからもう。そうそう、次が、そう、次々出てくるから。そうそう、いや俺挟んだら時間なかったらやばいわと思って。あ、そう、時間なかった。そうそう、だから全部喋ってから聞こうかなと思うんだけど、10分ちょうどで終わったから。はい、素晴らしい時間。はい、はい、素晴らしかったです。はい、じゃあ、はい、まあ今ここでね、いろいろまた言ってしまうと採点に関わるといけないので、はい、すみません、今日は人が足りないので僕も採点がありますんで、こんな感じでやりたいと思います。はい、それでは、参りたいと思います。このプレゼンありかなしか判定。はい、ありがとうございます。はい、いやもうこんだけプレゼンしていただいてね。でしかも俺がスーパー作る必要もないぐらいこういろいろとね、はい、文字を出していただいてますんで、はい、素晴らしいプレゼンだったと思います。ありがとうございます。僕もだから時代小説とか大好きですし、いろいろ読んだりとかしましたけども、もう僕もこれも一気読みですね。さっき、はい、時代劇好き、時代小説好きっておっしゃってたので、はいはい、めっちゃハードル上げられた。いや、ここあかん、間違ってんでってめっちゃ突っ込まれたらどうしようかなと思ってきました。いやでもほら、大阪おなら草子でもちょっとね、はい、時代超えた話だったりするんで、はいはい、あれは何賞でしょう。講談社、講談社児童文学新人賞佳作、はいはい、を取ってらっしゃるんですよ。大阪おなら草子っていうやつね。まあでもあの時はちょっと江戸時代は詳しくないので、はい、書くのが怖くてっていうのもあって、はい、現代と江戸時代を行き来するっていうタイムスリップものにしたんですけど、はいはいはい、今回はもうおならっていうとかすごいですけど、おならでタイムスリップします。はい、今回はもう、はい、腹を据えてというか、ちゃんと覚悟を決めて、うん、取り組みました。いやいやいや、素晴らしかったですよ。僕ね、読んで一番思ったのは、はい、シーン終わりっていう言い方したらちょっとおかしいんですけど、その場面がね、はい、終わる最後の一文がすごい女性らしい一文で終わるなと思って。あ、そうでしたっけ。うん、そう。今見ようとしたもう書き上がったら記憶なくなる。ああ、なるほどなるほど。最後の最後でカット終わりで、はい、登場人物の心情が見える、しかも柔らかく見えるような描写がすごく多くて。あ、そうなんですね。はい。大体ね、大体ね、時代小説っていうのは、はい、大概誰々は何々したで終わるんですよ。あ、それをその最後の一文で誰かの動きにスポット当ててるみたいなのがすごく多かったりします。あとさすが二人野田藤書いた人やなと思ったら、はい、藤の花いっぱい出てくる。あ、そうですそうなんです。藤の花に関する知識がすっごい入ってるっていう。シナリオセンターでショートムービー作った、で大阪部さん出ていただいたんですけど、うん、野田藤の時に得た知識を、はい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 、使ったろうと。めっちゃ使ってる。そう、そう、だから藤の花を食べるとかね、民謡になるまでやってしまうと次に花咲かへんから先に切るみたいな話が出てくる。やったでしょ、やったでしょ、はい、ラストシーンで一緒に切ったでしょ、はいはいはい、というようなお話がいっぱい入ってます。はい、はいはい、まあそれだけじゃなくてね、はいはい、後で僕も調べたんですけど、青山よしとしの世代6の中のエピソードがね、はい、しかもね、ちゃんとね、人物を立たせるエピソードとして出てくるので、読みやすくて楽しめる作品になってて、でしかもこれ続編に合わせるような終わり方してますよね。
これもう一冊書けますよっていう終わり方してますよね。書けたらいいなっていう願望が出てます。だいぶ出てますよね。だいぶ出てます、はい、書かせてっていう心の叫びが出てます、ね、はい、はい、ということなんで、はい、ぜひ講談社ですね、はい、講談社さんまた次よろしくお願いします。お願いします買っていただいたら続編が出やすくなります、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします、はい、お願いします。はい、ということで、それではあゆみ、はい、はい、おはようございます。おはようございます。はい、あゆみの質問のコーナーです、はい、質問はまだ来ておりませんが、はい、私がね、個人的に聞きたいことを聞こうと思います、はいはい、で今日、ね、シナリオセンターの行ってる方がいらっしゃるので、はいはい、シナリオについてちょっと私聞きたいなと思って、はいはいはい、なんかね、はい、やっぱりシナリオって一からも作り上がっていくじゃないですか、作品にね、はいはいはい、なっていくじゃないですか。その発想って普段どういう時に浮かんだりとか、なんかこういうのを書こうかなと思って浮かんでくるのかっていうのとか、したいなと思って。ぜひ逆にダニウさんのこのね、これはどっから来たのって。長崎城の、はい、体験が完成する前ぐらいからちょうどイベントごとが尼崎で多くて、うん、でこういうお殿様がいるんだよっていう風な解説を尼崎のアーキビストっていう歴史博物館の方が、うん、いっぱい講演をされてて、うん、でそこで盛大力っていうのに出会って、うん、で詳しく聞いていくと、解説付きで聞くとその時代そうなのみたいなのが多くて、で面白くて、でそれをなんとか形にしたくてっていうのがきっかけです。自分が興味があってこうどん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 こう掘り下げていって作品になっていくっていう、やっぱ、はい、描きたいものがあるからっつって、そのものを描いてしまうとなかなか魅力が伝わらないんですけど、外側からその人を眺める形にすると、逆に表も裏も見えるから、表で見てて裏が見えた時の驚きとか、そういうのも見せれるから、そういう描き方をするとこの本みたいに面白くなるわけですね。ありがとうございます。ということですね。はい、ありがとうございます。はい、次、高橋さん。はい、おはようございます。おはようございます。はい、シネマコミケ高橋陽希です。シネマ2のコーナーでございます。はい、はい、非常事態宣言がね、明けたんでね、うん、一人で、うん、ラッシュしてきたんですけど。まあ、だってはるね。ラッシュ、ラッシュ。だいぶ汗を、はい、だいぶ汗かいてます、ね、てますけどもね、いろいろ冷や汗も書いてます、ね、今日はね、ちょっとまあまあ、汗をかくような映画ですね、はい、汗臭い映画をご紹介したいと思います。はい、まず1本目は G.I. ジェーン、ジェーンです、知ってますか、これは。これは1997年アメリカ映画でございます、はい、監督がリドリー・スコットです、はい、実は、はい、で、デビー・ムーアーですね、主演で、はい、で、あれですよ、制作もしてはるんですけどね、はいはい、まあ、愛と青春の旅立ちでリチャード・ギアが演じた分の女性版みたいですね、どっちかっていうね、うんうんうん、だから、まあ、GI 女王になるまでっていうか、まあ、GI という役になる前の、はい、まあ、訓練というかね、はい、だから女の人ではあまりなかったん で、うん、でこれは逆バージョンです、はい、そういうところを描いてます。だから、はい、まあ、あんまり恋愛はないんですけども、うん、その訓練のところの中心です、ね、はい、で訓練が終わってさ、うん、まだ待機しようかと思った時に実戦が入るという、最後どうなるのかというところでございます。はいはいはい、私はあまり僕デミモードのなんかゴーストを見てないんですよ、うん、あ、そうゴースト見てないんです、また毛嫌いです、ね、出た、見に行くまでにランキング1になったのでやめたっていうことで、まだだから昨日の夜はってね、ロブローと、ね、はい、出た、はい、だからロブローと割合出てたんで、はい、ロブローと結婚してあるのかなと思ったらね、はい、ブルース・ウィルス、ね、はい、結婚してね、ダメになります、ね、ドラえもんと結婚しました、ね、そういう感じなんです。これ、GI で見ていただきたいと思いますけど、ちょうどね、検索してました、はい、リドリスコット10月15日金曜日、はい、これ最後の決闘裁判、その割合、これ見た方には評判がいいという、はいはい、私は見てませんけど、予告編的にはすごく良かったんで、はいはいはい、ちょっと見に行きたいなと思っております。ね、これはあれですよね、スターウォーズのあの子が出てましたね、カイロレーンとね。あ、そうです、はい、そうです、はい、カッパするけどね、はい、でございます。はい、そしてもう一本、そして GI ジェーンと来たらって感じですね。 GI ジェーンと来たら、なぜ GI ジェーンやったかというと、はい、ちょっと GI ジョーを紹介したかったんですけども、はい、こちら一作目は2009年ですね、はいはい、監督がザ・グリットって前これ話しましたかね、スティーブン・ソーマスという監督で、はい、
ハムナプトらしいです、はい、ハムナプト、はいはい、で脚本がゴーストハウスで前一回ちょっとだけお化け屋敷の時に話した映画なんです、はいはいはい、その方の脚本の映画ですね、うん、はい、でまあいろんな方が出てて、我一冊目はどうですか、我イ・ビョンホンとか出てて、うん、それで我や、はい、デニス・クエイドとか出てて、はい、で我役者さんで引っ張ったという感じで、はいはい、G.I.J. のあのジョーのあのフィギュアどうなるのかっていうところをね、アニメとかあったんで、これ奇抜で良かったですね、はい、あの黒装飾、これは楽しかったんですね、はい、で実はそんでですね、はい、2があるんですね、本当は、はい、リベンジっていうのが、はい、これが、ありましたよ、はい、ありましたね、それ見てないんですよ、僕も見てないです、はい、それまた監督が変わったんですよね、はい、だからそこにブルース・ウィリスが出てたんですね、で2を見てないのに、はい、来週ですね、はい、10月22日、はい、金曜日から、はい、これですよ、はい、G.I. ジョー、はい、シックスの、はい、スネークアイズということで、はいはいはい、今日これ走ってきたのはこれ見てきて走ってきました、はい、今見終わったんで、だからその資料を今持ってきてるんです、そうそうそうなんですよ、はい、取っ手出しですこれ、そうなんです、これね手に入らないですけどね、これが10月22日なんですけど、まあこれ日本でロケされて、はい、そうです、だから舞台が東京やのに、そうなんです、その一族のお屋敷が姫路城だったり、はいはい、そうなんです、岸和田城するので、そうなんです、で何か岸和田で撮ってるのよ、撮ってます、さっき話題に出た、あ、そうなんですね、ほんであのどうですか、あの外人が日本を描くと、はい、なぜかブレードランナーみたいなね、はい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 、感じで、これもそういう感じで出てきました、はい、でこのスネークアイズのまま G.I. Joeになっていくわけなんですけども、はい、これね展開が読めなかった最後まで、だからスネークアイズは一体、うん、その、まあ、過去のことがあって話が進んでいくんですけど、うん、見てる間に展開が全然わからない、うん、で、まあ、まあ続きますけどね4に続くんですけど、ちょっとアメリカではちょっとあまりにもこの今年多いんですかね、あの法要画、うん、だから日本で撮ったりの要画ね、水俣もそうです、水俣は、はいはい、逆に言ったら日本人が向こうへ行って撮って、水俣では撮ってないという作品なんですけど、はいはいはい、で、プリーズなゴーストダンクは、ね、死が撮ったけど、ニコラス・ゲイジが主演でその死を迎える、はい、でこれはだから外人ですけども、はい、日本で撮ったんですね、はい、で石田英二さんとか出てたんですね、はいはい、でぜひ見て、いや、伊沢沙織も出てる、え、あ、そうなんですか、どこ出てたの、出てるんです、石田英二さんも出てますね、あのごめんなさい、あのベイビーワルキューレの主役の片割れをやった、うん、どこで出てるんですね、出てるか俺まだ見てないから、うん、あ、撮影見た人聞いてたんで、それは一人だけ分かりました、はい、あえて言いません、名前は、はい、一応これやなっていうのも分かりましたけど、ね、まあ皆さんエキストラ行ったけどあんまり映ってないということで、はい、残念でございますが、はい、これでも非常に面白い作品なんで、ちょっとアメリカでは日本すぎてヒットしないんですかね、はい、あの、これだったキャンディーマンとかに負けてるんで、うんうん、日本ぜひとも、はい、感染盛り上がっていきたいと思います、はい、南海電車頑張ってください、ね、はい、そういう作品でございます、今日は GI シリーズで、はい、ありがとうございました、はい、はい、ということでエンディングでございます、はい、どうでした、谷口さん、今日はなんかあっという間ですけど、あの楽しかったです、あ、よかったです、よかったです、ありがとうございます、あの今日でもやったあれですよね、アイアイの、あのね、はい、出演者同士、はい、ここで会うという、はい、あのよくあるんですよアイアイで会わないのでここで会うみたいなね、たまにあるんですけども、はい、ということで今日はね、谷口さん来ていただきましたけど、はい、次回来週はですね、はい、この間僕がちょっとあのまた、取材行ってきた、はい、はい、監督の、はい、野本小杖監督と、野本さん、はい、はい、まあそうですね、あの大阪さんもしてますね、はい、玉部弁慶映画祭の方で、ね、まあ、グランプリをね、はい、取られたりとかしてる、その作品の、はい、愛のくだらないが、12月に公開されるんですよね、あの関西は、はい、なんですけれども、ちょっと早めに撮らせていただいて、はい、はい、でまたちょっと応援企画みたいな感じで、いい、ね、はい、つな、こことつないで、はい、あのいろいろとお話を聞こうかなと思うんですけども、その前に、単独インタビューを試みておりますので、はい、それを皆さんにねお届けしたいと思ってますので、はい、来週もまた期待していただければと思います、谷口さんもまた来てくださいね、はい、ありがとうございます、はい、このまたまたし、そうあのこれのね、はい、あの2を書いてもらって、そうですね、それでまた来ていただいて、それまでに僕ら終わったらあかんから、はい、頑張ってやってもらう、10冊ぐらい買って配ります、一例に配ります、はい、はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います、皆さんどうもありがとうございました、ありがとうございました。